あれがシスロデンだよ。あの光は何なんだ。町を照らしているわけじゃなさそうだが。あれがこの国のすべて。言ってみればわかるよ。どうしたんだ。ビエゾを倒した矢先に現れたリンウェル。たまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子。村から逃げた私たちを追ってこなかった蛇の目。これは本当に偶然なの？罠だって言うのか。そんな、私は精霊術のことがなければ疑うところだけど、それは考えにくいわね。自覚のない駒かもしれないけど。狙いは何だ。ジルファを捕まえるためか。わからない。ただあまりにできすぎているというだけ。考えても仕方ないわ。どの道私たちはスルドの元に行くのだし。どうやって入るの。え、まさか蛇の巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ。町のそばの泉、その近くに抜け穴がある。そこから入れるよ。リンウェル、リンウェルか。どうしたの。こんなところで蛇の目に見つかったりしたら。お前だけが戻らないんで心配したんだ。よく無事だったな。なんとかね。でもみんなとはぐれちゃって。他のみんなは引き返してきた。二人ズーグルにやられたが。だがお前が無事でよかった。そちらの二人は。カラグリアから連れてきたんだ。アルフェンとシオンだよ。カラグリアにたどり着けたのかって。二人だけか。他は。ちょっといろいろあって。その辺はみんなのところで説明するから。分かった。みんな聞きたいはずだ。急ぐといい。町を出入りするときはこの抜け穴を使え。間違っても正門を通ろうとするんじゃないぞ。よく戻った。そちらの二人は。大丈夫。よし、中でメネックが待っている。話はそこで聞こう。私が銀の剣代表のメネックだ。カラグリアからよく来てくれたと言いたいところだが、私の目に狂いがなければ、そちらの女性はレナ人ではないかね。捕虜を連れ歩いているにしても随分自由にさせているようだが。別に捕虜じゃない。どうか気を悪くしないでもらいたいのだが、我々としては神経質にならざるを得ないのだ。ただでさえ同胞の裏切りに警戒しなければならないのに。レナ人とは。何度も危険な目に遭いながら一緒にここまで来た。彼女を追い出すなら俺もここにはいられない。わかった。この常闇の国では信用ほど軽い言葉もないが、信じよう。遠路来てくれたのに失礼なことを言った。許してほしい。早速だが力を貸してほしい。我々は蛇の目の摘発強化のために息も絶え絶えのありさまだ。使いを送ったのも球場に耐えかねた末の決断だった。俺たちもそのつもりで来た。そのための手段もある。ただその前にやらなければならないことがある。なるほど。君たちの指導者を助け出したいと。こちらの事情なのは分かっている。
だが。いや、元はといえば我々の要請で来たのが原因だ。やれることはしよう。その上で力を貸してもらえれば文句はない。ただ蛇の目に捕まったとなれば、奴らの本部で厳しい尋問を受ける可能性がある。あるいは投降機での危険な労働か。いずれにせよ居場所をつかむ必要があるな。君たちも行くならリンウェルに案内させよう。ただくれぐれも目立たないように気をつけたまえ。敵は蛇の目だけでなく、ダナの住民の中にも潜んでいる。君の態度から察するに、そのジルファというのは大した人物らしいな。私も会ってみたくなった。あれは光を作り出しているのか。そう、鋭に逆らうダナ人をあちこちから連行してきて、あの中で働かせてるの。見せしめも兼ねてね。ジルファもあの中にいるんだろうか。あの光が集まる場所を見てみたいわ。案内して。おい、すまない。やはり重霊気、光を注いでいるんだわ。光、精霊力か。そうか、だからこの国は昼でもこんなに暗いんだな。闇に覆われて。闇というより光の欠如と言うべきでしょうね。光の欠如。光がなくなれば暗くなるでしょ。どう違うんだ。精霊力としての光があるように闇もあるということよ。知らないの。いいこと。精霊力には属性というものがある。それが治水化風、そして闇と光の6つ。ただ闇はレナにしかないし、光はダナにしかないから、スルドブリガでも集めるのは治水化風光の5種類だけよ。本当だよ。だから私は闇の精霊力を扱えないし、反対にレナは全員光を使えない。例外があるとすれば、光のマスターコアを持つここのスルドくらいでしょうね。とにかくカラグリアで火を集めていたように、ここでは光を集めているってことか。大昔はシスロディアにも昼と夜があったんだって。でも300年かけてシスロデンから国中にあの暗闇が広がったんだって言われてる。昼と夜、
そんなものすら奪ったっていうのか、レナは。長居は無用よ。気取られる前に離れましょう。闇雲に回っても拉致が開かないな。と言って蛇の目に尋ねるわけにもいかないし、思い切って奴らの本部に忍び込むか。そんな芸当ができるなんて初耳だわ。あ、ねえ、あそこにいるのって。ジルファの息子の、確かローだったな。なんだか様子が変だ。何言ってるの、手間が省けたじゃない。あ、おい、お前ら確か何の用だ。危害を加えるつもりはない。静かに話したいだけだ。いいか。話せよ。ジルファの居場所を知りたい。助けたいんだ。なんでだ。なんで？お父さんなんでしょ。ああ、そうだ。親父だよ。俺を捨てやがったな。そんな。嘘なもんか。あいつは光目とやり合うことに夢中で、お袋が死んだ時にすら帰ってこなかったんだ。だからって鋭の手先として働くのか。悪いか。あんただってそこのレナ女とつるんでるじゃないか。それに奴らがいざとなればどんなことをするか知らないとは言わせねえぞ。俺がこんな格好してるのは、せめて俺たちが受ける苦しみを最小限にするためだ。非弁ね。結局戦わず逃げているだけじゃない。それを何、自分だけが辛いみたいに。てめえに何がわかるって。うっ、しかしいいこと、あなたみたいな。やめろ。お前とジルファの間で何があったのか俺にはわからない。だがあの村で戦った時、ジルファはお前には手を出さなかった。あんなジルファを俺は見たことがない。あれはお前を傷つけたくなかったからじゃないのか。その後一人残ったのだって。俺にはジルファが意味もなく、誰かを見捨てたりするとは思えない。知っていることがあるなら教えてくれ、頼む。親父が今どこにいるか知らないけど、近いうちに本部前の広場で見せしめに処刑するって聞いた。処刑。わかった、ありがとう。なんでそうまで親父を助けようとするんだ。ジルファは俺に剣を取る機会をくれた。考えることを教えてくれた。俺はもっとあの人から学びたい。君たちか。まだ我々の方では有力な情報はつかめていない。もう少しかかりそうだ。情報なら得た。ジルファは近いうちに処刑される。連中の本部前の広場でだそうだ。なんだと。それが本当ならいつになく早いな。それだけ彼を危険視しているということか。助け出したい、力を借りたい。うん、簡単ではないが、なんとか考えてみよう。広場でやるからにはおそらく事前に告知があるはずだ。それまでに。
の目だ。囲まれている。なんだって、まさかこいつらが。よさないか、みんな応戦だ。メネック、俺たちも戦う。いや、君たちは先に脱出するんだ。リーメル、わかるな？うん、奥の地下水道だね。しかし、他領から来た君たちをここで失うわけにはいかん。心配するな、少々時間を稼ぐだけだ。後で連絡する。さあ、行きたまえ。町の下にこんな通路があるなんて、もっと不潔かと思ったけど。リーメル、ここは安全なのか？いざって時の抜け道だから、そのはずだけど。そう都合よくいかないようね。なら後から脱出してくる連中のためにも、せいぜい減らしてやるさ。行こう。この地下道の住人か。きっと蛇の目どもの仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。こんな大物が待っているとは。何としても逃がさないつもりね。みんなのためにも倒さないと。
大丈夫か？ウレゴン、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それでもしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか？メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。こういう場所をいくつも持っているのか？蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり？ジルファを助けるんだよね？ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ。立ち合いのもと、カラグリアから侵入した不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2種屋内待機命令がシスロデン全域に発令された。特務および懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内にとどまり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか？どういうこと？フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう、本部前の広場だ。公開処刑はこの奥か？何をしているか貴様ら。
区内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさか本分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シジルさん、大丈夫だよね。早く片付けて助け出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。お陣を寄せ。大関に失敗。秩序のもとに生きることを許されし、すべてのものに命ずる。我スルド、ガナベルト、ファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し通せると考えたも愚か。すべての棚は今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そう。お前の仲間はどこにいる？それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくるか、一つ試してみる。そろそろ舌も遅れてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきたが、ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた
戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、おやじ。ロウ、お前。なんでこんなこと俺が。今昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい、本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー、お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない。仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスターゴアの輝きは、これは。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。おやじ！マスターコア同士の共鳴とはこれはしたり。ご苦労だった。下がれ。それじゃああんたが。いかにも。私がシスロディアのツルド、ガナベルト・ファルキリス。エナのツルドがダナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見える。ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父、親父。
特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな、反逆者どもめ。早くスタート、いるぞ。戦わずに脱出は無理よ。そう、歩け。意味だ、本物です。全力で行くぞ。やれ。クソ、数が多い。怪我人を守りながらでは不利だわ。おやせ、しっかりしろよ、おやせ。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電は済まい。歓迎の準備をして待つとしよう。